つまり安売りするとまとめますよ、売れなくなり疲れて仕事の質が落ち新規顧客獲得に追われてキャッシュアウトするんです。さあそれでも私は安売りしたいのだという方はちょっと手を挙げたんですか。それでも俺はやりたいんだと、安売りが好きなんだと、安売りしねえぐらいなら商売はやめるんだみたいな方いらっしゃったらどうぞどうぞ。ご勝手にいないですよねきっとね、知らないからやってたんですよね。でもね、とってもいい情報がございます。実はですね、安売りすると売れなくなり疲れて仕事の質が落ち新規顧客に獲得に追われキャッシュアウトするということはですよ、安売りではなく反対に値上げをするとどうなるか、いきますよ、じゃん、なんと時間に余裕ができて仕事の質が上がって売り上げを上げなくてよくなります。いいね、嬉しくない、嬉しくないの、おめっちゃ嬉しいよ、時間に余裕ができるんだよ、値上げするとで仕事の質上がるんだよ、お客様にもっともっとサービスの質とかちゃんとフォローすることとかできるんだよ、飲食店だったら仕込みの時間だってお掃除の時間だって増えるかもしれないよね、そして売り上げ上げなくていいんだよ。いや売り上げ上がっちゃう時もあるけどね、客単価上がっちゃうんで、でも売り上げ下げても利益が出たりするからね、客単価を上げに行くと、そうそうでしょ、お客さんの数が減っても利益が増えていくんで、そうですよね、だから売上至上主義はそろそろ卒業しようよって言いたいんです。あのね、高度成長の時の癖が残ってるんですよ。ちょっと今度はあの中小企業1店舗1店舗の話じゃなくて世の中全体の話少しだけしますよ、いいですか。これからはお客さんの数増やしちゃダメです、お客さんの数増やしちゃダメでね、みんなが一生懸命お客さんの数増やそうとしたらどうなる、みんな潰れるよね、だって人口減っていくんだから、え、待ってますよね、これ全体の話をしてますからね、どんどん人口減ってるんですよね、いや世界に目を向けると増えてるよ、 OKOK、 だから世界中のお客さんを呼べるビジネスだけはちょっと置いといて、店舗ビジネスね、世界中のお客さん呼べないでしょ、だって今人口増えてるのってインドじゃん、だからインドの人をこれからね数百万人呼べるっていう人は別ね、インターネットビジネスかなんかで、そう置いとくね、そうじゃなくて主に日本人、たまに外国人に来てもインバウンドの人だけっていうんであれば絶対にダメなんですよ、お客さんを増やそうとしちゃう、全体としては増えるわけないんだから、飲食店全体でお客さんの数を増やそうと思ったらもうあれね、1日4食っていう新しい企画にしないとダメ、ね、いやそれぐらいの革命を起こせばできますよ、だってもともとはね人類は1日2食だったんだもんね、そうですよね、朝食ってなかったんですもんね昔はね、アメリカの経済政策ですもんね、あれエジソンが噛んでたって噂もありますもんね、だってトースター開発したのエジソンでしょ、エジソンってなんか発明家発明家って名前残ってるけど実は発明家っていっぱいいるんですよ、エジソン以外にも、でも発明家ってエジソン以外知らなくない、僕たちって、なんでかっていうとエジソンだけが発明いっぱいいるんだよ、発明家ってめちゃめちゃいるんだよ、めちゃめちゃいるけどその中でたった一人エジソンだけがめちゃめちゃビジネスセンスがあったって言われてるんです、つまりね発明したものをキャッシュに変える力があったって言われてるんですよ、どういうことかっていうとトースターね、トースターって何かっていうとアメリカの経済政策なんですよ、ブレックファースト、もともと朝食なんか世界中誰も取ってなかった、だってブレックファーストってどういう意味かというとファスティング、ファスティングって断食でしょ、食べない、だ食べない時間なんですよ本来は朝、それを壊すブレックファーストですよね、だから食べなかったのに食べさせたんだよね、1日2食から1日3食にしたのね、そうすればもっともっとみんな健康になるよって、まあ、まあいろんな本当もそこまでやってわけでしたこの話やべえ話かもしれない、まあ、大丈夫か、もう、ね、知ってる人も結構いるからね、今インターネットが普及してね、もう知ってる人もいっぱいいるんですけど、まあまあまあうまいことやったわけですよね、政治家とちゃんと手を結んでね、食品メーカーと一緒に手を結んでみんなで業界を大きくしようっつって1日3食に変えたわけでしょ、そりゃ売れますかね、食わなかったのに食わしたんだから、でその後何が起きました、肥満の問題が起きて医療費が高まったんですよね、で問題になっていや食うなって今度はダイエット業界がバーッと立ち上がってね、すごいね、食えっつって飲食業がブワーッて増えてね、今度はあの太ったからっつって医療業界がなんかお金が儲かってね、次は医療業界が危ないって今度はもう経済が破綻するダイエット業界が立ち上がって、お前どんだけ食わしたり食わさなかったりしながらビジネス立ち上げてんだって感じで、人間ってすごいエグいですね、うん、まあこの話するともう永遠にループしていって全ての
ところがそういうふうになっていくんですよ。なのでちょっとここら辺でやめておきます。もうちょっとリアルな話をすると人口は減ってるんです。ということはお客さんの数を増やそうっていう方向性を全員が向かったら全員が疲れます。なので全体として絶対にやっちゃダメ。新規顧客を増やすっていう方向性にはお客さんの数を減らして一人一人のお客様に高単価で質の高いサービスを提供すれば実はウィンウィン、誰も潰れないでもみんなが発展するっていう唯一の方法が見つかります。これ以外にはないです。あとは叩き潰して自分だけが残るっていう方法しかないんですよ。僕がマクドナルドでコーヒーやってカフェを潰そうとしたのと同じ戦略以外はないですね。他を潰しちゃえばね、人口が増えてなくても売り上げ上がることは可能性あるので、それ以外ないです。だから戦わないで、もうライバルを潰しにかかんなくても自分の会社もみんなも発展するっていうすごく美しい経済を作りたければみんなで値上げをするしかない。それ以外ありません。抜け駆けしないでみんなで上げようですよ。ちょっと不可能なんですけど、市場の原理から言うと、例えば仙台の飲食店がみんなでね、よし明日から全員売価を 10% 上げようっつったら、確実に仙台の飲食業界はレベルアップします。一瞬にして活性化します。でもね、やんないんだよ。やんないよね。だってみんなエゴの塊だから、自分だけが儲かりたいからね。違います。もちろん全員が自分だけがって思ってないよ。でも自分だけがっていう人間がいるの知ってるからなかなかできないんだよね。でもはっきり言いますよ、それでもやる人間が増えて勝っていくしかないの。言ってみるの分かります。飲食店はみんな明日から 10% 上げようって言っても守んない。やるよっつって一周やってもなんか3日後にはもうなんか抜け駆けするやつが出てくるの。それでも俺の店はこのまま上げっぱなしでいくっていう好奇心の高い人間が何パーセントになるかで、その業界が潰れるのか潰れないのか決まります。だから皆さんはその業界のリーダーになってほしいと思うんです。せっかく考え方を身につけたから。それぐらいのレベルの話を今日はしています。だってそうすれば時間に余裕ができて仕事の質があって、売り上げを上げなくてよくなるからです。それぐらい値上げっていうのは効果が高いってことなんです。例えばこれ一つの例ですよ。売価1000円で利益が300円の商品を販売していたとします。これを値下げしたとするとどうなるか。800円にしようと、2割引きにしよう。そうすると利益は300円じゃなくて100円になります。つまり利益が3分の1まで下がってしまうってことなんです。つまり同じ利益を確保するためには売上を3倍にしないとダメになります。いいですか。1000円で売ってた商品を800円で売って売上3倍にできますか。できないでしょ。でもこんなことをやってる経営者がいっぱいいるんです。頭が悪いにも程がある。絶対にやっちゃダメだ。こんなことやったら従業員がクタクタになるんですよ。そして質が落ちるんですよ。お客様の信頼を失うんですよ。ディスカウントは最悪の戦略なんだ、中小企業にとって。それぐらいやっちゃダメです。人が足んない、販売する人が足りないってなります。労働時間は増えます。クレームは増えます。在庫は増えます。全部増えるんです。ディスカウントすると全てが増えるんです。だから人が余ってるとかね、在庫が余ってるとか余裕があるっていうんだったらまだ少しは耐えられるかもしれないけど、その全てが余ってなければ絶対にやっちゃダメです。人が足んないのにディスカウントなんてクレイジーにも程がある。潰したいのかと、やめさせたいのかっていうぐらいです。でもここからは明るい情報です。値上げをすればいいんです。値上げするとすごいですよ。例えば1300円値上げすると利益が600円なんです。1回のだけでなんと利益2倍です。ということはどういうことか分かります。半分売れば同じ利益です。お客さん半分にしちゃえばいいんです。合ってますよね。売価300円に上げたらお客さん減っちゃうじゃないかってみんな言うんですよ。減らせ減らしましょうよお客さん。そしたら従業員不足もう解決じゃん。採用しなくていいじゃないですか。お客さん半分だったら従業員必要ですか。今のスタッフでいいじゃん。極端なこと言えばお客様一人当たりにかけられる時間が2倍じゃん。サービスの質上げられるじゃん。ダメ？なんかダメな理由あったら教えて。あれよ、値上げってそれができるんですよ。
それぐらいパワフルなんですよ、経営にとって値上げって。だから経営者だったら決断して、従業員だったら経営者が値上げするときに抵抗しない。いや抵抗するんですよ、従業員って。経営者が一段決心してちゃんとシミュレーションして値上げするって言うと、社長何言ってんですか、お客様が怒ったら対応するのは私たちなんですよって言うんですよ。まあ教育不足ですね。でも皆さんいいですよ、今日来たじゃないですか、ここに従業員の人も分かったでしょう、値上げがどんなに効果的か。経営者と一緒に値上げしましょう。そしてサービスの質上げましょう。そして休日増やしましょう。コミュニケーションの量増やしましょうよ。いいじゃないですか、給料だって上がる可能性があります。それ以外ないんですよ。それぐらい客単価を上げるってことはものすごくパワフルなんだってことをみんな知っててほしいです。まとめます。値上げは時間に余裕ができて仕事の質が上がって売り上げを上げなくていいからです。やらない理由はないと思います。あります。一応聞きますよ。それでも私は値上げは嫌だという方いらっしゃいます？理由ないでしょ。もう励ましょうよみんなで。これやばいセミナーだって分かってきました今日の。だいぶやばいですよね。でも本当そうなんですよ。もうこれだけ値上げって効果があるんですよ。もう本当にやってほしいですね。じゃあそろそろいいですか、値上げの方法いきます。今までは理論でした。こっからはよし上げようと、値上げをチャレンジしようと、ここに来てるみんなが思ってると信じて、じゃあ具体的にはどうすればいいの。3つあるんです。その3つの方法を伝授いたします。イエーイ、いきますよ。もうね、まず1個目一番やばいんで、ちょっと心の準備してもらっていいですか。だいぶ衝撃がきますからね。具体的な、はっきり言いますけど、この後のを聞いてやらなかったら何の意味ないんだよ、今までの話。うわすごいこと聞いたで終わりだからね。皆さんも幸せになりません。もうこれからもずっと忙しいまま会社作れる方向に向かうままですからね。でもこれからのことをやれば、もう今まで言ったこと全部忘れてもいい。絶対に時間に余裕ができて、サービスの質が上がって、本当にお客様に喜ばれて、いい会社に入ったなって、このお店でよかったって思えるからね。いきますよ、値上げの方法その1。大丈夫、心の準備よろしい。いきます、これです。じゃーん、そのまま立て上げる。衝撃でしょ、そのまま立て上げるんです。ちょっと聞いていいですか。マクドナルドに行ったことがあるっていう方、ちょっと手挙げてもらっていいですか。マクドナルド、ありますよね。 OK です、 OK です。じゃあちょっと質問するんですぐ答えてくださいね。テリヤキマックバーガー1個いくらですか。コカ・コーラの M サイズっていくらですか。お、素晴らしいですね。ビッグマックセットいくらですか。おー、すごいですね。ほら、1人しか答えられないじゃん。ということは、このお客さんだけ減るかもしれないけど、あと減らないよ。今の時点、マクドナルドですからね。1年間に14億回お客様が来る誰もが知っているブランドの話をしました。皆さん、マクドナルドよりも知名度の高いお店で働いている人ってどれくらいいます、今日。ということは、皆さんの会社が値上げしても誰もわからないです。今日来てよかったでしょ。いや、もちろん一人いたからね、そういう、こうマニアックな、ものすごくいつも電卓を叩かれている方もいらっしゃるので、そのお客様は、あれ上がったのって言われるかもしれない。はい、あげましたって言えばいいんですよ、そのお客様だけに。なんか問題ありますか。何の問題もないですよね。だって今200人ぐらいいますよね。一応ここの段階で200分の1、マクドナルドという日本人で行ったことのない人が一番少ない会社の値段を知ってた人が200分の1で、200分の1のお客様に言われたら、そうなんです、値上げしたんです、終わり。まあ実はね、そうはいかないです。マクドナルドの場合は、マクドナルド値上げすると必ずマスコミが騒ぐんで、テレビでバンバン放映します。上がった上がった、値上げした値上げしたって、うわーって騒いで、潰しにかかるんで。あ、潰しにかかってるんじゃないですけどね、自分たちの、視聴率を上げようとするんで。で、街頭インタビューするんでしょ。いや困ります、生活がって言った人のだけ流すんですよね。分かってますよね。だって200分の1なのに、
だからあなただけインタビューしに来る。全然もうね、美味しいって使うんですよね。そうすればね、ちゃんとその放送何回も使えるからね、視聴率上がるんでね。ビジネスなんで仕方ないですね。テレビも頑張ってますね。潰れそうなんで。だって信用できないですもんね、テレビの CM がね。売り上げ下がるに決まってますもんね。大変なんですよ、テレビも。売り上げ上げようとしてるんですよ。お客さんの数増やそうとしてるんですよ。CM の単価下がってるらしいですよ。苦しいでしょうね。いっぱい残業してるんでしょうね、テレビ局の人ね。ね、でも学生 の就職人気高いらしいですよ。学生って勉強不足だからね。マスコミがいいと思ってるみたいよ。あんな大変で心がすさむに決まってて、うつの人がいっぱいいる業界なのね。知らないからね。知ってる業界人気ないんですね。例えば飲食店って人気ないんですよね。本当は飲食店の方がね、お客様にダイレクトに喜ばれてとっても心が温かくなる素晴らしいビジネスなのに、学生は知らないんですよ。見えてる職業ほど人気がなく、見えてない職業ほど人気が高い。でも見えてないところほど闇が深い。そうなんですよね。まあ、ちょっとあの話を横にしてそれましたけど、あのそのままただ上げていいです。何の問題もないです。うん、で、そのままただ上げてね、黙って上げてんじゃねえっていうお客さんは減りますよね。いいじゃないですか、減ったって。利益上がるんだから。なんか問題でもあるんですか？それともあれですか？ほんの少数の100分の1か200分の1の値上げが困るっていうお客様だけにいいサービスを提供したいんですか？そのために従業員をこき使って残業させてヘトヘトになるまで働かせたいんですか？頭がおかしいとしか思えないですね。もっと正しいビジネスやっていいと思いますよ。もっと言いましょうか。そのまま上げて問題にならないのは今までの価格がおかしかったからです。そんなに従業員がクタクタになって残業しなきゃいけないほど間違った価格で今までやってきたのを元に戻すだけですから。上げたように見えますが、それは今までとの価格差であって本当のあるべき価格に戻すっていうのが多分正しいんじゃないですかね。僕はそんな風に感じてます。大丈夫、半分売れば同じ利益。あ、もちろんいくら上げるかによりますけどね。2円上げただけじゃならないけどね。さっきの例で言うと1000円のもの300円だったんで 30% ぐらい上げればですけどね。 30% 価格倍価を上げると半分でいいんだって。素晴らしいですよね。いいサービス提供できてリピーター増えると思いますよ。従業員さんも人手不足じゃないし辞めなくなるし、いいことばっかりだと思いますよ。いろんなところでお金使っているわけですから、会社っていうのは。僕はそう思います。次、値上げの方法その2いきますよ。その2はですね、めちゃくちゃリアリティが高いです。これは誰もが見ただけでそれならできるって超前向きになりやすいです。あ、そのまま上げるも美味しいんですけどね。でも2番目はものすごくリアリティがあって、誰もう絶対やった方がいいです。これです。価値を足してあげます。価値を足して値上げをします。なぜならば価値は原価ゼロなんで、価値って原価かかんないじゃないですか。だから価値を足してあげちゃえばいいんですよ。そうすると利益率は下がらないんですからね。で、価値って何なのっていうのも、これ全ては言い表せないんですけど、一応例を用意したんでこれ取っとくといいと思いますよ。例えば数が少ない希少価値ですよね。少なかったら価値高まるんで値段が高くても買えますよね。そうですよね。専門家がいる、いいですよね。専門家がいる。もういなかったら作っちゃえ。だって野菜ソムリエって後付けだろ。昔いた。ソムリエといえばもともと何、ワインだよね。で、野菜ソムリエっていうのを作ったんだね。じゃあもうフルーツ店だったらフルーツソムリエ、もういいじゃないですか。いや、スマホ売ってる店だったらスマホソムリエ、いいじゃないですか。専門家作ればいいじゃん。え、専門家って作ったんでしょ、もともと人間が。え、生まれた時からなんとか専門家とかヤカちゃんがいたの。全部作ったんでしょ、ビジネスのために専門家って。皆さんも作ったらいいじゃないですか。焼肉専門家。え、ダメなんですか。あ、トモヤンはなんか聞き酒のなんか資格持ってるんでしたっけ。そうですよね。もういやだから、あの飲食店のオーナーさんですけど、もう日本酒のもうトップオブザトップなんですよ。聞き酒の日本のなんかもうトップレベルなんですよ。そういうところで日本酒飲みたいと思いません？そうしたら他のお店よりちょっと高くてもそこでなんか飲めたら価値ありませんか？ありますよね。あ、トモヤの店そうですか。トモヤどこに見えるお店なの？ちょっと宣伝しときこの流れで。北四番町にある、なんていう店名なの？
あ、トモヤンっていう。いけてますね。トモヤンがやってるトモヤンっていうお店だと、でこの人日本酒の利き酒のもう資格をだいぶもう7、8年前かに取ってるんで、ものすごく詳しいので。だからそういう情報が手に入っただけで、単に自分で迷って自分に合ってない日本酒を飲むよりも、自分にぴったりの日本酒をオーナーが勧めてくれたら、価格高くてもそのお店に行きません？行きますよね。それが価値なんですよ。手間暇がかかってる、これもいいですよね。ものすごく手間暇がかかってたら価値がありますよね。長い歴史がある。だって和菓子とかそうなってませんね。大正13年とかね、ちょっとあんまり変な言い方すると怒られるかもしれないけど、大正13年から売るから本当に美味しいのだろうかちょっとあるんですけど、でもね、でもさ、ないのとあるのでどっちが買いたくなる？ある方が買いたくなるよね。だって和菓子って自分で食べるときだけ買うの、それでも誰かにプレゼントするときに買うのどっちが多い？消費としてはプレゼントだよね。プレゼントの時って味もらう人って味分かんなくね、もらう前ねえ、でも渡すときになんか渡す理由欲しくね。渡す理由ってさ、味なの、それともあの歴史、どっちの方が伝えやすい？歴史なんですよ。だから価値があるんです、歴史って。贈答品の場合はね、味よりも歴史の方が価値上、まずくても歴史の方がいいの。ちょっと変な言い方しちゃった。プレゼントの場合はそうね。そういう風に考えてくださいねってこと。だから価値って作るもんだからね。価値、嘘を言ってみたらよ、本当のことをちゃんと作るのよ。でも後付けで作れるものもあるじゃん、専門家って。そうでしょ、豚骨ラーメン専門家とか言えばいいじゃん。まだ誰もいなかったら勝手に作ればいいんだろ。いっぱいいたらちゃんとルールに従わなきゃダメだけどね。そうそうね、先に誰かがやってる時にはちゃんとそこに資格取りに行かなきゃダメよ。ともやんだってそうやって取りに行ったんだもんね、ちゃんとね。そういう場合はお金も時間も使わなきゃダメだけど、自分が作る分には全然お金も時間もかかんないじゃん。もっと言うか、自分で作っちゃえばお金を取れるんだよ。人から欲しいっていう人が後から出てきたら、うん、いいけどそれは5万円かかるけどやる？って言ったら、やりたいですって言ったら、はいって言って5万円取れるんだよ。ビジネスになってんじゃん。いい？原価0円で5万円取れるんだよ。なんかだいぶ本当にかなりビジネス塾みたいになってきたんだけどね。だいぶ美味しいですね、今日来た人ね。これ今日いくらなの、この講演会？え、おかしくね？え、ありえないよね。今日の内容って多分30万でも安いで、もっと利益出ちゃうからね。ちょっと後でちょっともう少し取っといてくださいね、帰りにね。ちょっと3000円じゃありえない内容なんで、これ。あ、本当ですよ、僕これこの内容本当に数十万で売ってる内容なんで。仙台だから特別にやってるんですよ。いや、本当ですよ、本当です。開発秘話があり誰もが驚くとかいいですよね。開発秘話がありとかね。それから有名人が愛用、これよく見ますよね。浜田ブリトリーが激痩せたなんちゃらかんちゃらとか言ったらね、俺ちょっと浜田ブリトリーが誰だかよく分かってないんですけど、まあ、適当に思い浮かんでも言っちゃったんですけど、関係ありますよね。あ、今だったら有名人よりね、インフルエンサーの方が信用度高いかもね。インフルエンサー、マイクロインフルエンサーあたりですよね。マイクロインフルエンサー、SNS のフォロワー数が、1万人から10万人の人をマイクロインフルエンサーって言うんですよね。その人とかむちゃくちゃいいですよね。例えば分かりやすく言うと、あ、今インフルエンサーで一番イケてる人ってあれですよね。一番イケてる人っていうか一番すごいのって女子高生ですね。女子高生とかに今どんどんマイクロインフルエンサーの女子高生がいるんですよ。まあ、例えばゆきちゃんっていう高校2年生の女の子がいたとしましょうや。あ、そうすると、化粧品会社がゆきちゃんに頼むんですよ。もうゆきちゃんはインスタのフォロワー数が8万人とかいるんで、しかも8万人っていうのはものすごく単なる8万人じゃないよ、もうゆきちゃんのことをすごい信頼してる8万人がくっついてるわけ、ゆきちゃんに。そうね、インスタのフォロワーなんだからね。そうするとゆきちゃんに例えば、まあ、これ本当のことじゃないんですよ。例えば DHC っていうこうコスメがあるじゃないですか。あのコンビニとかで売れてるやつね。だから安いやつね。要は中高生に人気のある例えばリップクリーム出したとするじゃないですか。 DHC さんがね、あ、これ嘘の話、作り話よ。例えば DHC さんがあの秋の新作のリップクリームをゆきちゃん頼むんですよ。ゆきちゃんの所属してる事務所を通して、これ CM してくれたら、80万払うんでって言うわけですよね。そうすると、事務所が分かりましたっつって、じゃあゆきちゃんにうちから依頼しておきますっつって、でゆきちゃんに20万円でこれインスタ上げてって言うんですよ、そうするとその事務所が60万、20万ゆきちゃんに入って、でゆきちゃんはものすごく研究されてるのでこのリップクリームを、インスタに上げるときに、このリップクリーム最高素敵 DHC さんのとか言わないの。そんなことしたらステルスマーケティングって嘘言ってるのすぐバレちゃうから、そういう場合には必ずちゃんと言うんです。 DHC さんから送られてきた秋の新作のリップ、正直に言うからね。フォロワーに嘘絶対つかないって、彼女たちは
ちゃんともらったって言うわけ。そしたらステルスマーケティングじゃなくて本当のことなんで、つけてみたら最初えらいベタベタして気持ち悪かったんだけど、実はつけた後学校行って2時間ぐらい経つとめちゃめちゃプルプルで、男子がみんな私のこと見ちゃうんですけどとかってやるわけ。これ分かります、このテイスト。要は企業と全然レベルが違うわけ。ゆきちゃんは企業は全部いいって言うからさ、嘘決まってんですもんね。ゆきちゃん本当のこと言うから、もらった本当のことでしょ、塗った時えらいベタベタするんだよ、気持ち悪いからねっていう本当のこと言うわけ。でも乾いた後のプルンプルンとか半端なくて、男子みんな見てるよ私の唇っていうと、見られたいって女の子は顔だな。そういう風になってる、マイクロインフルエンサーっていうのは。要は信用できる人にが言ってくれるとすごく売れます。それ付加価値なんで、OK、だから昔の広告とちょっと違う。今のも広告なんだけど、広告の活用方法が違うってことね。そして特許がある。もう特許最高みたいですね。僕はの特許は自分では取ってないんですけども、特許ビジネスは最強ですね。なぜ、もう特許っていうのはなぜいいか一言で言いますね。たった一言、僕はあんまり詳しくないんで、でも一言聞いただけで分かるんで、戦いがなくなる、うん、戦っちゃダメよっていうルールを敷いちゃうってことなんで、特許っていうのはね。そうですね、私しか使えないんで、私とは喧嘩しちゃダメよって言って、国が、うん、あなたは喧嘩しなくていい、あなたしか売っちゃダメにしといたから、誰とも喧嘩しなくていいんで、あなたはって、お返還をしてくるんだもんね。素晴らしいですよね。だから特許は戦いがなくなるんで、すごくいいので、特許を取れるものがあったら特許取ってくださいね。バンバン取ってください。特許料金ってそんな高くないけど、特許を取るとすごい利益が出るんで、戦わないから。戦わないと価格ってどうなるんでしたっけ。つけ放題ね、戦わないからね。みんな安くしたのは戦ったからでしょ。予想よりも安くしてお客さん来てもらえると思って戦ったんだよね。喧嘩してんだよね、同じ業界として。潰し合いしてるんだよね、価格を安くするっていうのは。でも戦わない方がなんか幸せじゃないっていいんです、うん、そう思うと特許ってすごくいい方法なので、ぜひ特許が取れるものを持ってる人は特許を取っていきましょう。次、ラストいきますよ。その3、大丈夫ですか、心の準備。その3、だいぶやばいのいきますからね。1と2よりやばいのいくんで、心の準備いい、はい、いよいよ最後ですよ。その3、これです。じゃじゃん、とてつもなく高くする。とてつもなくですよ。ちょっと上げるんじゃないですよ、とてつもなく高くするんですよ。なんでかっていうと、理由があります。高いものは相対認知で価値に変換されるというふうになっています。とてつもなく高いと、お客様が勝手にすごいいいものなんだっていうふうに、こっちが言わないじゃん、自分で言わなくてもお客様が思うの、うん、自分で言うの気引けるよね。だって本当はとてつもなく高いから。でもね、お客様が勝手に思うの、それは仕方ないよねっていう、ちょっといやらしいやつです。1と2は全然いやらしくないよ、3だけちょっといやらしいです、うん、あなたの心の抵抗感だけが邪魔するかも。でもお客様はそんな邪魔しない。なんでかっていうと、とてつもなく高い商品を買うのは高いから買う人だからです。うん、お客様はそれが嬉しいの。例えばルイ・ヴィトンのバッグを1個でもいいから生涯買ったことがあるっていう人います？いますよね、ルイ・ヴィトンのバッグ買ったことがあるっていう人いないの？あ、仙台って何？ルイ・ヴィトンってまだ来てないの？え、名古屋とか歩いてると中高生普通にルイ・ヴィトン持ってるから、仙台って何？貧しいの？あ、別にもっといいの持ってたかもしれないけど、ルイ・ヴィトンのバッグ持ってる人いますよね。ルイ・ヴィトンのバッグって普通にね、80万とかするじゃないですか。しますよね。エルメスのバーキンとかだいたい200万でしょ。でも200万の革ってある？ないよね、どう考えても。なんなら革ってもともと0円じゃね？え、違うの？え、革ってもともとこれで無視するね。いや、元はといえばね、まあもちろんそれ取りに行った人の人件費とか入ってくるから少し高くなったんですけどね、なめす人の人件費とかかかってくるからね。でも元はといえばわーって走ったやつなんだからさ、本来はただのやつがだんだん高くなっていってんだけど、それ200万ってすごいよね。でもバーキンは200万じゃないとダメなんですよ、持つ意味がないんで。だからとてつもなく高い商品っていうのはお客様にとってそれがとてつもなく高いことが価値なんで、高いことがいいことなので何の問題もないです。そしてもう一つ、まあ皆さんはね、そんな高級ブランドをうちは販売してないからこれは使えないと思ったら、そんなことは大きな間違いです。まあ分かりやすく言います。あんまり複雑にすると分かりにくいんで、とてつもなく高い商品を1個置いておけば売れなくてもいいです、うん、売れなくていいです。
例えば、まあ、飲食店にしましょうか。飲食店は皆さんお客様で行ったことがあるんで分かりやすいと思うので、ランチをやったとしましょう。ランチ営業ね。あで、A ランチ。A ランチ800円。A ランチ。B ランチ1000円。C ランチ1500円。S ランチ1万8000円。いいね。いいね。いいね。1万8000円のランチを出しているお店の B ランチって美味しそうじゃない？だってそれだけのね原材料を仕入れることができてそれだけの料理を作れる料理人がいる人の1200円のランチ食べてみたくない？いいじゃないですか。で1万8000円の注文が来ようが来まいがよくない？ちょっと極端に言いましたけどね、そういうこととてつもなく高い商品を持ててるっていうことが大事なんですよ。そうすると相対的に他のものも価値があるってことが伝わります。だからとてつもなく高い商品を持とう、うん、売れるか売れないかは別。あもちろんなんかこうなんだ陳列商品の方がちょっと難しいけどね、置いとかなきゃでもいいんじゃない？1個置いとけば、あ1個売れたらもう売り切れって言えばいいじゃん、うん、あでも年末年始とかニュースで見ません？高島屋の福袋みたいなやつね。高島屋の福袋っていくらぐらい出るのあれ？500万とかだっけ、うん、800万とかいう福袋出るもんな。そんなもんじゃないか、もっとか。2018万みたいなやつね。もう単なる語呂合わせなんですね。1年そんな高いのに1年に1万円しか上がらないってやつね。ああいいじゃないですか、いいじゃないですか。そのことによってさすが高島屋って思って他の福袋が欲しくなんだよね。そうでしょ。だって2018万円の福袋を売ってる高島屋でさ、なんか20万円の福袋ってめっちゃ安くない？安いよね。でもファッションセンター島村でね、あの10万円の福袋ちょっと買えないもんね、他が安すぎて。ほら相対認知起きてるじゃん、うん、全ての人の中で起きるんで相対認知は。だからとてつもなく高い商品は持っておくといいよってことを覚えておいてください。もちろんあの皆さんの業界平均があると思いますよ。ランチ1万8000円はちょっと極端な例だったかもしれないけど、ランチ3000円でもいいじゃないですか。そしたら1000円のランチが売れるんで、800円じゃなくて。だってせっかく3000円のランチを売ってるお店でわざわざ一番安い800円のランチ食うとなんかもったいなくない？時間が。せっかくだったら中間ぐらいの欲しいよね。まあ松竹梅って言ったりするんですけどね、松の値段が異様に高ければだいたい梅じゃなくて竹真ん中が売れるんで、それでいいじゃないですかね。まあ、僕の場合は松竹梅の上に S っていうのが好きなんですね。もうその上にとてつもなく高いのだと、あの 松も売れるわ、竹も売れるわ、梅は全然売れないわってね。僕はそういうのが好きですけど、あ好きですけどって僕やってませんけどね、あんまりそういうの。いや僕こんなこと言ってて僕あの全部高いんでうちの会社の商売やからね。なんだかというと価値があるから。まあ、うちは教育業なので高ければ高いほどお客さんの質が上がってお客さんの成長が高くなるので、例えばうちは話し方の学校っていうのが一番売れてる商品ですけど、半年間で30万円なんでそんなに高くはないがそんなに安くもないんですよ。でもあれ仮にですよ、6回の授業で30万なんですけど、6回の授業6万円だったら大体サボるね、うん、しかも宿題出るんでバンバン毎日やる宿題やるんですよ。あれ30万だからみんなやるんですね。6万円だったら宿題誰もやらないんで、つまりね6万円払ってみんな6万円を無駄にします。ところが30万円払うと劇的にスピーチが上手くなったり劇的に自信がついたり、今まで上がり症とかコミュニケーションで悩んでた人がすっかり人生が変わっちゃうんですよ。どっちの方が安い？そう、30万円の方が安いですね。教育業界の場合はそういうことが起きるので、あの無形のものを売ってる人はみんなそうですよ。コンサル業だったりとかね、形のないものを売ってる人はとにかく上げてください。とてつもなくです。業界ナンバーワンぶっちぎりにしてください。そうするとお客様の質が変わってお客様が変化するんで、結局あなたのサービスが上がります。お客様が変わっちゃうんで、安いものを買うお客様をサービス提供しないでください。そうするとお客様が無駄なお金を使ってクレームをするんで、とにかく客単価を上げるとクレームが減りますから。うちクレーム全然ないもんね、お客さんね。うち一番安い商品が30万なんで、次が85万円なんで全くクレーム来ないですね。ビジネス実践塾半年間85万円ですよ。すごいですよ。だいたいね2ヶ月目にはもう業績変わってますから。そりゃそうよね。だってどんなサービスが受けるか分かんないのに85万円振り込んでくる人って超イケてるからね。本気なんで絶対に変わるんですよね。だから本当は今日も3000ダメね。これもう今から3万に変えようかいや本当のことなんで、いや取らないよ、取らない、僕が主催じゃないから取らないけど、3000円だとやんないのよ。もうあれちょっともう嫌われてもいいや、やんねんだよ本当3000円しかならないとやんないんで。でも今日30万払ったら大体やるね、みんな大体やる。だって元取ろうとするから。でも3000円だとね、なんかああいい話聞いたって、なんかお茶飲みながら他の人と話して終わるんだよね。
やんないのよ。そうすると結局無駄なの、皆さんの命の時間と3000円が。でも30万円にするとみんなやるんで、やべえよこれ3000万になっちゃったってなるのよ。だから本当ね、あげた方がいいんですよ。あ、まあまあいいや、今日のはもうしょうがない。僕は急にこれやるって言ったんで、主催者の人に最初に約束したのと違う、もう今日は仙台の人だけ特別にもう異常にすげえやつやるってこれやってるんで、皆さんもう勝手に得してください。もう全然皆さんが儲かればいいです。そして皆さんが休みが取れればいいです。そして皆さんの会社の従業員が本当にこの会社でこのお店だっただけでよかったって幸せになってくれれば OK。 もう それがお返しだと思って、もう返して、あのだから僕には返さなくていいし、主催者に返せないんで、皆さんの従業員とか皆さんの家族に返してこの成果は、そうしてくれればいいです、うん、もうやんないんだったら30万するぞ。あ、できなかった、できなかった、やる方法がなかったです。でもそれぐらいね、値上げっていうのは効果が高いです。まとめます。値上げの方法は3種類。1、そのままただあげる、誰も気がつきゃしない。2、価値を出してあげる、お客様は喜ぶ、価値を感じるからです。3、とてつもなく高くすると相対認知で他の商品の価値が上がる。どう？やらないではない。しかもこの3つ全部やっていい。3択じゃないよ、3つどれやってもいいの。私は1と2と3やるでもいい、1と2をやるでもいい、2と3やるでもいい、全然 OK です。もうやり放題です。複合させても何ら問題ない。一番賢い人は間違いなく3つやる。それぐらい効果があるので、ぜひぜひ値上げをしてください。それでは、ちょっと今日ディスカッションの時間今日あんまりないんで1回しかやらないんですけど、ディスカッションしましょう。お近くの方と3人1組になっていただいて、私はこれのうちのどれをやる。従業員の人の場合は自分で決断できないかもしれないけど、私が経営者だったらこれをやる。もう仮説でいいですけどね、自分に権限がない場合もあるので、もしも私が独立起業したらこれをやるでもいいです。もう1、2、3全部やるでもいいし、まあ経営者の人とかリアルに自分のお店の人と一緒に来てるんだったら、これやりませんっていう具体的な話をしてもいいです。もうここ会社の会議にして、それからなんか、あ、でもごめんね、時間は3分くらいしかないんです。 3分しかないんで、ちょっと1回アウトプットしてほしいので、じゃあまず近くの方と3人1組になってほしいので、よろしくお願いしますって、ちょっと3人で握手してください。はい、よろしくお願いします。前後左右とか動いてもいいよ、動いてもいい。3人1組、3人1組。はい、それではそのメンバーと、ほんと3分間しかないんで、1人で熱くなって2分30分とか喋らないね。それでは近くの方と3分間ディスカッションタイムスタートしてください。よろしくお願いします。サービスの質が上がって、サービスが好きな人が喜ぶ会社、喜ぶお店が作れるので、ぜひぜひ前向きに取り組んでください。全く新しいテーマいきますよ。次からはですね、僕はマクドナルド時代にやってたセールスアクションをですね、これちょっと YouTube に載っけられないやつを今日は話します。これちょっと YouTube に載っけられない、なんでかというとマクドナルドで映像出てくるんで、今日 VTR で本当にやってた時の出てくるんで、これ流してるのがバレるとマクドナルドに何て言われるか分かんないんで、今日ここだけで流すやつが出てきますから。で、どんな映像かっていうと、ですね、とにかく売り上げを上げるのは店長で決まるっていう話です。これプロジェクト1っていう、当時ですね、マクドナルドがたまたま僕は東北で店長やってたって話しましたよね。店長やってたんですよ。で、業績出しまくって店長の上のスーパーバイザーなんですよ。で、スーパーバイザーになっても僕のエリアってめちゃめちゃこう伸びるわけですよ。で、その頃ちょうどマクドナルドが東京だけ赤字だったんです。
地方は黒字なんだけど東京だけ赤字、まあ、もちろん、まあ、PL 上の事情はありますよ。東京ってレントとかめちゃめちゃ高いし、アルバイト の, が集まんないから、アルバイトの募集時給がもう普通に950円とかなってたんで、もう仙台あたりがまだ780円とかでするわけね。だから人件費がめっちゃ高い。だってでも商品もほら東京だって同じ一律ハンバーガー100円とかでやるわけでしょ。だから利益率が低かったってことですよ。今日ちょっと勉強したんで分かりますよね。だってレントとか渋谷センター街店って1ヶ月間の家賃、お店の家賃が400万とかですからね。売上じゃないよ、家賃400万だからね。もうすごいよね。だから売上が3500万ぐらい売ってるのに赤字。3500万って1ヶ月間のお客様の来店8万人超えるからね。8万人のお客様にサービス提供して赤字なんですよ。これ普通のお店だったら潰れてるよね。普通の中小企業だったらとっくに潰れてますよね。マクドナルドだからなんとかなってたんだよね。まあだからそういう状況だったので、その時、まあ、原田栄光様がですね、マクドナルドの社長に来られて、東京なんとかしろと、何やってんだと、東京の人間ができないんだったら地方で成果を出してるやつを東京に集めてこいっつって、でその時に一番こう偉い人で言ったのが、まあ、僕の後々すごく僕が影響を受けた、僕はボスって今でもお慕い申し上げてる藤本貴弘っていうヤバいおっさんなんですよ。もとも大阪の西成っていう唯一日本で法律が通用しないって言われてる町で、調理屋の息子で、マクドナルドの本社のもう部長とか本部長になってもマックの本社ってみんなねちゃんとスーツ着ていってるのに、うちのボスだけはスタジャンにブラックデニムに金髪っていう恐ろしいおっさんで、もうマクドナルドの取材が入ると藤本さんを隠せって広報部が隠すぐらいやばいおっさん。後にソフトバンクに行って、孫正義のプロジェクトに、孫正義の後継者を育成するっていうプロジェクトあって、あれの第1期生なんですけどね。まあ、そういう人に同が東京に行って、で僕もスーパーバイザーとして東京に呼ばれたんですよ。だから上の娘が生まれて本当に1ヶ月ぐらいで呼ばれたもんね。あれ成果出しまくってたから、あ、住めろって言われて、で東京行って、でとにかく利益が出てないと、とにかく、まあ、売ってないと、売ってないし利益出てないと。でマクドナルドはさっきのやってないから、値上げをやってないんですよ。だから値上げもしないで利益出せって言うわけですよ。もう俺この知識あったら絶対切れてたけど、その時知識なかったんで、はーいとかって素直にやってたけどね。で、まあ、でも売り上げ上げるっていうのは別に嫌いじゃないし楽しかったんでやってたんですけど、その時にその僕のボスがやったのがプロジェクト1っていうプロジェクト。何かっていうと、東京には当時1600店舗ぐらいの店があったかな。その中の店長の中で将来の経営幹部候補もしくはスーパーバイザーになるようなイケてる店長だけを100人ぐらい集めて、でその店長をなんかね6人とか8人のグループにして、あるプロジェクトをやって成果をとにかく出せっていうやつなんですよ。でどんな風にやってたかっていうと、例えばサービス向上プロジェクトとか、サービスタイム短縮プロジェクトとか、クレンネスってお店を清潔に衛生的にやるやつ、向上の委員会とか、あと生産性向上、とにかく生産性が高い店舗運営とか、あとストリートファイト、これ呼び込みね、お客さんの呼び込み、それからスカウト、アルバイトが足んないんで、とにかくお客さんからガツガツスカウトして採用するってやつで、僕が関わってたのは下の2つ、ストリートファイトとスカウト。で僕は本当は一番得意なのスカウトなんですけど、今日はちょっとその話じゃないんで、今日は売り上げ、ストリートファイトの話をちょっとしようと思います。で僕がそのボスから言われた、僕その時スーパーバイザー、店長じゃないんで、僕がスーパーバイザーとしてボスに命令が下ったんです。映画欲しい人、お前はこれを達成せってやつ、これこれです。売れない原因は店長の考え方の中にあるってことを証明せっていうのがボスから僕への命令だったんですね。だから僕は売上を上げるっていうのは当たり前じゃなくて、それは店長の仕事なんで、僕がやんなきゃ、スーパーバイザーとしてやんなきゃいけないのは店長の考え方を変えて売上を上げる、これを実証しろっていうのが僕へのオーダーだったんです。どういうふうになったかっていうと、まずはアルバイトの子にアイデアを募集します。そしてメガテリヤキを食べるってアイデアをアルバイトの子が自分から提案し、自分からやります。そしてお客様の信頼を集め、売上を上げます。そしてお客様に参加してもらい、お客様がファンになっていきます。そしてそのお客様の中で本当にこの人と一緒に働きたいっていう子に声をかけてスカウトしてアルバイトを増やします。ちなみにメガテリヤキのアイデアを考えてくれた男の子、慶應義塾大学の学生ですが、この後入社します。わかります？つまり全部巻き込んでいけば人は増えるし売り上げ増えるし、マクドナルドのファンも増えるってことです。全部考え方を変えただけです。それだけで全てが変わっていくってことです。きっと皆さんのお店にもいっぱいあるはずです。考え方が変わったことによって売り上げが上がったり、人が増えたり、人が辞めなくなったり、ファンになったり、
全ては考え方の中にある。そのことを持って帰ってほしくて紹介しました。まとめます。売れない原因は店長の考え方の中にある。みんなこう思ってました。マクドナルドの例です。プロモーションは本社主導でどんどん降ってくるし、セールスアイディアあるけど他の要求が多くてアクションする余裕ない。上司は売れ売れって言ってくるけど先進論ばかりだし、実際アクションを起こすとコストとか ROI ってどれだけ利益が出るかっていう指標があって、それが企画書通らないと絶対にやらせてくれないんですけど、 ROI とか数字で否定してくる障害でしかない。とりあえず言われたことはちゃんとやってるし、文句言われる筋合いはないよなという店長ばかりがいたってことです。それをどういうふうに変えるか。本社のプロモーションなんかじゃ売れない。証券のお客さんのことを分かってるのはやっぱり俺たちしかいない。とにかく動きまくるぞ。上司はリスクばっかり言ってくるうるさい存在だけど、数字さえ出せば簡単に味方になるし楽勝楽勝。俺たちは商売人なんだから結果さえ出してれば文句言われる筋合いはない。そういうふうに変わっていくと仕事は面白くなるってことです。どっちの方が仕事が面白いかは説明しなくても分かりますよね。でもこれ違いは考え方だけなんです。マクドナルドですよ、日用飲食業界ではねナンバーワンの会社だったんですよ。そりゃ厳しいですよ。ルールもいっぱいありました。だけどね、選べるんです。大企業ですよ。いわんや中小企業、すぐにでも舵を切ってすぐにでもアクションを起こせばすぐに結果が変わります。モチベーションが変わります。仕事を面白く変えられるんです。選べるっていうのが分かっていれば。選べないと思うから仕事はつまらないものになってしまうんです。選べます。だって売り上げを上げて絶対に怒られることなんかない、利益を上げて怒られることなんかない。でもその途中のプロセスで否定されることはある。じゃあ我々は何をやるか。結果を出す。それがビジネスの醍醐味じゃないですか。もちろん失敗したこともあります。怒られたりもあります。それがどうした。一応僕自慢なんですけど、僕はマクドナルドで最優秀店長を獲得し、最優秀オペレーションコンサルタントを獲得し、本社スタッフになってもチームオブエクセレンスとかタイガーアワードとか、日本マクドナルドの表彰を全部受けただけじゃなくて、ワールドワイドのマクドナルドの社員が受けられる表彰を全部取った唯一の日本人社員です。でもね、僕は表彰の数がナンバーワンだけじゃないんです。僕はマクドナルド史上自己報告書の枚数日本一です。いっぱい書きました。始末書を書いた枚数日本一です。わかりますよね。だから表彰が日本一だったんです。つまりアクションしたからです。知識があったって現場は変わりません。アクションすれば絶対に変わる。もちろん失敗もある。たくさん失敗したものだけが新しいイノベーション、変化を起こせるようになるということです。やりませんか。どんどん変化を起こしませんか。大丈夫ですって。前向きな失敗なんてクビにはなりませんから。犯罪とかダメよ。僕いっぱい自己報告書されましたけど、全部前向きな失敗でしたよ。朝売っちゃいけないメニューガンガン売ってたりとかね。ちゃんとマクドナルドは11時半までのメニューとそれ以降のメニューが決まってるんですよ。でも売れると思ったら僕は売っちゃうんですよ。巻き込んでみんな売ろうぜとか言って、セブンイレブンでダウンロードすればこの POP ですぐ売れるぜって全国に巻き散らしたりするんですよ。大問題になって本社に呼び出されてめちゃめちゃ怒られて、もちろんボーナスもカットでしたよ。その時面白かったね。僕のことをいつも何か提案しようとすると、やめとけやめとけ、余計なことすんな、かまばしだっていう超うるさい大嫌いな上司がいたんですよ。なんと僕がそのキャンペーンをやったおかげでこの上司のボーナスもカットされたんですよ。俺はすぐ呼び出されましたよ。鴨頭、お前ふざけんなと。お前が失敗してお前の給料を減らされるの分かるけど、なんで俺までとばっちり食わなきゃいけないんだってめっちゃ怒ったんですよ。僕ははっきり言いましたよ。ざまみろって。なんか問題でも。それぐらいのことで自己否定なんかされてませんよ。何ビビってんすか。売っちゃいけない時間に売っただけでしょ。なんか問題でも。売っちゃいけない商品を売ったんだったら分かる。でもな、俺ちょっとこれ絶対言っちゃダメ。俺カブトムシとか売ったこともあるんですよ。そうやっちゃダメ。その時知識がなかった、群馬県の時ね。俺いいアイデアだなと思ったんだけど、当時はね、ノンプロダクトセールスっていうレジにですね、赤料とか売ってもよかったり、勝手に作ってよかったですよ、メニューを。昔はね、今ダメなんだけど、それだから俺らみたいなのがいたからだね。
カブトムシって書いたらおもちゃバレるから、あのノンプロダクトセールスっていうな英語のかっこいい名前にしといて、あのカブトムシで200円とかなんですそういうのはダメです。それはダメ。あとあのマクフルーリーとこうやってわーってこう作るやつを新宿歌舞伎町の店頭に機械出して、ぐるぐるフルーリーやりませんかとかって呼び込みして、お客様これぐるぐるを体験しませんか、うわーうわーとか叫んでると行列ができてて、めっちゃ売れたんですけど、あれあの保健所からこういうのそういうのはダメです。絶対やらないでくださいね。法律違反はダメですよ、うん、だけど法律違反じゃなかったらいいじゃないですか。会社の中で怒られたくらいから何なんですかそれが。そんなことビビってて商売楽しいですか。お客さんに支持されるためだったらちょっとぐらいリスクがあったって、あの保健所とかそういうのはちょっと置いといてね、もう絶対やっちゃダメなんで、本当にやっちゃダメですからね、ダメですけど、安全性が確保されてればどんどん失敗したらいいじゃないですか。ビジネスなんて元々言えばですよ、例えば想像してみてください。あなたの会社に創業者がいたの、わかります？そりゃそうですよね。あなたの会社が何年前にできたか知りませんけど、あなたの会社には創業者がいたんです。その創業者はどうやって会社を立ち上げたか想像してみてくださいよ。何もなかったんだよ。何にも信用もない、商品もない、価格設定もない、ブランドもない、看板もない、でも会社作ったんだよ誰かが。それぐらいリスクを背負って会社は生まれたの。その会社を存続させるのは今でもリスクがあってもチャレンジすることしかないんですよ。チャレンジをやめた会社から順番に潰れていくの。やろう。その方が面白い。その方がやりがいがある。その方が会社は存続してお客様に喜ばれる。それが会社なんですよ。もともと創業者はそれをやったんだって。だからみんなもやっていいんですよ。怒られてでもやっていいんですよ。怒られながら成長するんですよ。子供の時そうしたでしょ。男の子だったらどうですか。ここは高いから登っちゃダメよって言われたらどうしました。登ったんですよこの先入っちゃダメよって言われたら入ったでしょ。でもそれは危なかったからだって。じゃあビジネスのチャレンジって危ないんですか。誰も傷つかないですよ。それをやんなくて働いてて楽しいっすか。やりましょうよ。店舗は生き物なんですよ。人間がいなかったら店舗ビジネスは成り立たないんですよ。これからインターネットオブシングスといって、全てをインターネットをもとにビジネスが組み立てられる世の中で唯一残るのは僕は店舗ビジネスだと思ってます。それ以外は全部インターネットの商品に変わっていきます。でもね、店舗ビジネスだけは残るんです。インターネットでさすがに紙切るの難しい。インターネットでパソコンから出てくるラーメン食うの難しい。インターネットで店員さんと仲良くなるの難しい。だからどんなに世の中が大きく変化しても店舗ビジネスだけはきっと残るんです。チャレンジしたお店だけが。これは経営者だけじゃない、全ての店舗ビジネスに関わる人、その人たちが動くかどうかで僕は店舗ビジネスの未来がなくなったり豊かになったりするんだと思います。今日は月刊飲食時という飲食店の現場で働く人たちがどんどん輝いてほしいと思う活動をしている人たちが主催となって講演会を開いてくれたので、もうとにかく店舗ビジネスは面白いということを伝えたくってこの話をしました。お客様に素晴らしいサービスを提供するために客単価を上げるんです。そしてチャレンジするんです。チャレンジと客単価アップ、この2つだけが店舗ビジネスがどんなにインターネットが普及しても面白い、この仕事面白いって血の通った職場として残っていく唯一の道だと僕は思ってます。どんどんやっていきましょう。まあ、この仙台復興記念館に集まった全ての人がこの話を聞いて終わりにしないで、現場で客単価を上げてお客様に最高のサービスを提供し、自ら考え自らチャレンジし、多少のリスクがあってもチャレンジする、管理職やマネージャーや経営者の人だったら現場のアルバイトスタッフや社員さんがチャレンジできるような環境を作る、
みんなが仕事って面白い、みんなが店舗ビジネスって面白い、みんながお客様に喜んでもらえる仕事って最高だって思えるようなモメント、瞬間を作っていく、それを僕は信じています。以上で本日の講演会終了します。ありがとうございました。